どうも、今回は我ら夫婦の7回目の結婚記念日に岡山へちょっとプラッと旅行に行ってまいりました。動画をアップしましたで、なんて書いてた？私これ死ぬまでにしたいことリストっていうのがあって、それをちょっと制覇しに、我々香川県から瀬戸大橋を渡って岡山に向かうんですけど、その途中にある吉島のパーキングエリアでおしっこ休憩取りました。マリンライナーが通っておりますよ。でこの日なんかすごい寒くて、風速が ね14メートルぐらいあったんですよ。で画角決めるのに一生懸命だったんですけど、もうちょっと退散しました、寒すぎてはい、じゃあ瀬戸大橋渡って岡山県入りまして、倉敷のインターに着きまして、そこから第一の目的地三井アウトレットパーク倉敷にやってまいりました。クリスマスな雰囲気でね、カップルさん多かったですね。リア充ですね、たくさんいますよ、リア充。リア充言ってる。我々お得意のウィンドウショッピングをね、こうまあ開催しまして、で目的地がですね、この隣にあるアリオ倉敷の中に入っている、はい、ここ、はい、ここですね。はい、もうずっと来たかったの、ここずっと来たかったジャンプショップ。もう多分もしかしたらここで一番なんか、なんだろう、元気とかテンションとか使っちゃったかもしれない。ハイキューのねグッズとかもたくさんあって、前来た時はナルトの等身大があったんですよ。でナルトと写真撮れるかなと思って来たんですけど、まあそれも12年前ぐらいの話なんで楽しかった、うん、いっぱい買いました。まあ、センズのね、センズの入れ物のお菓子と、通信中に入ってるなチョコレートのお菓子と、あとはゴムゴムの実のグミ買いました。クソガキでしょ。あ、これはなんか画角をね、こういう風に撮れよっていう風に今説明受けてますね、とっさんから、うん、木で人隠せって言われて撮ってます。鬱陶しいなと思って撮ってますね、うん、はい。で次は倉敷出まして、ここですね、ちょっと問屋町、おしゃれな問屋町、おしゃれなお店がいっぱいある問屋町で、一緒に仕事をしてる美容師さんがおすすめのなんかパン屋さんがある、食パン屋さんがあるっていうことで、ここを立ち寄りました。でね、ここね、オープンが11時からだって、着いたの12時だったんですけど、もうほとんど売り切れてて、すごい人気なのね。おしゃれな味がしました、すごくおしゃれだった味が。でおしゃれな問屋町を後にしまして、我々最終目的地ですね、今回の岡山駅に到着いたしました。道すっげえ混んでた。桃太郎さん人いっぱいいましたけど、すごい恥ずかしい、照れてますねこれね。桃太郎さんと通りました。で駅のコーナーに入って、ちょっと緊張してますね私ね、これね、都会の風を感じながらですね歩いてます。はい、死ぬまでにしたいことリストの10番目ですね、イコカかパスモで、なんて書いてる、嬉しげに改札をヒュンってしたいの、初めてこの交通系 IC カードを私ゲットしました。都会っぽいでしょね。でもね、校内の中に入るときに入場券をね150円で買ったんですけど、これイコカで払えないんだってだからヒュンってできなかったんですけど、まあまあまあ、それはね、それで、はい。で入場して何をするかっていうと、ナンバー9ですかね、飽きるまで新幹線を眺めたい、はい、こちらですね。はい、のぞみちゃん来ました。かっこいいよね、もう目の前にね来たの、のぞみちゃんが、ほら一緒に撮ろうと頑張ってますわね私ね。この柱がちょっとね、めちゃかっこいい、しょうがないわ、めちゃかっこいいな、うん、あ、見て、真向かいのほらボーイ、真向かいのボーイもこれ見に来てるんですよ、新幹線でね。香川県って新幹線走ってないんで、やっぱこう新鮮ですよね。私はね、岡山県は12年ぶりぐらいになるんですよ。新幹線も仕事で広島に行ったっきり乗ってないんで、ほんと十数年ぶりかな。とっつぁんは、まあ、岡山は昨日ぶりですね新幹線しょっちゅう乗ってます。かっこいい、かっこいいね、かっこいい、シュッとしとくね。鼻先がシュッとしたのすごいな。新幹線私ね、ほんまマジで12年ぶりぐらい。ここでもうあれだよ、だから2つ潰れました。はい、したいことリストありがとうございました。あとサイゼリア、あとサイゼリアとビッグカメラ、よし。
はい、岡山駅、ここのなんか岡山駅って書いてる建物からすごく綺麗にねビッグカメラが見えるの。綺麗ね、ビッグカメラね。うん、初ビッグカメラですよ私。ナンバー38ですね。はい、初ビッグカメラですよ私。ドキドキします、ビッグカメラね。 CM ではよく見るんだけども、でここでね、あのもうとっさんがね、もうカメラだレンズだっつってもうずっといたのよ。でこれ地下にあって、そのカメラとかレンズ売り場がもうずっといたの。すごい疲れた私。次ですね、はい、念願のサイゼリアですよ。念願ですよ皆さん。私ね来たことないんですよ、サイゼリアないからね香川県に。でみんなサイゼサイゼって言うでしょ。とっつぁんは学生時代八王子に、東京のね八王子に住んでたんで、学生時代なんかめちゃめちゃ来てたらしいんですけど、このティラミスね、よく見たわこのティラミス。もうなんかすいません、もうすっごい美味しかったこれ。何これね、みんなこんなの食べてたんでしょずっと。よく見たわこのティラミスと思って、もう興奮してますよ私これ。ほら、うん、見せてますけど、どうせあれでしょ、皆さんこれ別に珍しくてもなんともないでしょ。あっという間にね、あの食べちゃったティラミス、美味しすぎて。ありがたや、嬉しい、都会私。これ、あれなんだっけ、これミラノ風の、何ドリア、ミートドリア、これ食べたかった。これみんな美味しい美味しいって言うでしょ。これで言えるわ私、これあのいろんな人に、私サイゼでミラノドリア食ったんだぜって言える、都会風私。あっちいんだこれ、上顎になんかチーズみたいなのがベンとついて、もうあっちかった、もうすっげーあっちかった。でね、とっつぁんがねどんどん進めてくるんですよ、これ美味しい美味しいって、食べてみろっつって、見てこれ、もうほらもうこれガーリックフランスかな、でパスタも食えっつって今持ってきてるでしょ、であのコーンスープも飲めっつって、もう私食べれない、これフォカッチよ、これもうまいから食えっつってね、もうパンパンですよ腹、食えねえよこんなにって。はい、サイゼリアも達成しました。すごく楽しかった岡山の旅。ちょっとあのいろいろね、いろんなところ、もっと他にも行きたいところあったんですけど、今回はこれ4つリストが潰せたのでよしとしましょう。都会になれた、都会人になれた気がする私がね。ありがとう。